一が、テクスチャなしの 3D モデルには、テクスチャありの 3D モデルテクスチャマッピングとは、3次元コンピュータグラフィックスで、作成された 3D モデル表面に質感を与えるための手法。テクスチャとは元来、織物の質感を意味する。日本作業企画による翻訳では、キメ写像や、テクスチャ写像という直訳が割り当てられているが、これらの実用語が、 コンピュータグラフィックスの分野において実際に使われることはない。左は400万ポリゴンの 3D モデル。中央はそれを500ポリゴンに削減したもの。右は500ポリゴンの 3D モデルにテクスチャマッピングを施したもの。わずか500ポリゴンでも遜色なく描画できており、その絶大な効果がわかる。テクスチャマッピングの技法は1974年。 エヴァンスサザランド社の産業用シミュレーション、CG の製作に携わっていた、ユタ大学のエドウィン・キャット・マルラによって開発された。テクスチャは 3D オブジェクトの表面に壁紙のように貼り付けられ、ノンテクスチャモデルとは比べ物にならないほど、質感の向上をもたらす。例えば岩肌のテクスチャを不均等な多面体に適用すれば、多くのデコボコにポリゴンを使うことなく、 現実感のある岩山を表現できる。実物を 3D モデル化する場合、細かな凹凸までモデリングしていたのでは、非効率的であるし不経済でもあるため、テクスチャマッピングが多くの場面で利用され、ポリゴン数の削減とパフォーマンスの向上に寄与している。テクスチャ技法の欠点としては、レンダリング時の詳細度がテクスチャ画像の解像度に依存するため、 テクスチャの解像度が十分でない場合、視点に近いポリゴンではピクセルが露呈してしまうことが挙げられる。この問題を解消するためにテクスチャの解像度を上げようとする場合、テクスチャを格納するために利用可能な記憶領域の容量とのトレードオフとなる。これは、ベクター画像に対するラスター画像のデメリットに相当する。テクスチャの上の座標がテクスチャ座標であり、二次元ベクトル。 または三次元ベクトルで示され、ベクトルの成分は多くの場合 U、V、W で示される。テクスチャを物体に適用するためには、物体の各部分がテクスチャ上のどの部分を使用するかという情報が必要であり、これはテクスチャ座標で示される。このテクスチャ座標は正確にはピクセルごとに必要となるが、実際には処理速度確保のために、 頂点ごとに計算され、ピクセルごとの座標は線形保管されることが多い。テクスチャ座標は、テクスチャのサイズを超える外側を指定することもできるが、その場合の画素値をどのように決めるかに関してはいくつかの処理方法がある。二次元テクスチャの場合、テクスチャ座標は事前に設定されるか、次の手法により生成される。テクスチャを貼り付けと平面を物体が存在する。 座標形状に配置し、それを物体に投影する。投影する方向と面が垂直に近い場合、テクスチャは引き伸ばされ、歪みが大きくなる。テクスチャを側面に貼り付けた円筒を座標形の上に配置し、それを物体に投影する。一般にテクスチャ座標での U 軸が角度方向となり、V 軸が高さ方向となる。テクスチャを貼り付けた球体を 座標形の上に配置し、それを物体に投影する。一般に、テクスチャ座標での U 軸が軽度となり、V 軸が緯度となる。二次元テクスチャを横方向に10個、縦方向に900個並べたタイルで表現し、各タイル2001から9999 99までの投資番号を振り、複数のタイルを組み合わせて使うことで、テクスチャの解像度の不足等を補う方式。 1900個すべてのタイルの画像を用意する必要はなく必要な数と組み合わせでタイルを配置することで柔軟性の高いマッピングを実現する。例えば、より高い解像度を必要とする部分には多くのタイルを使って大きな面積のテクスチャを構築したり、長方形以外の不定形のテクスチャもタイルの組み合わせをその形に合わせて配置することで可能とする。 ファウンドリー社の周りで開発され、モード、マヤ、サブスタンスペインターなど対応するアプリケーションソフトウェアが徐々に増えつつある。3次元テクスチャに関しては、6枚の正方形の2次元テクスチャを正6面体すなわち立方体の展開図に配置するキューブマップや2次元テクスチャを奥行き方向に重ねたボリュームテクスチャがある。キューブマップは環境マッピングに よく利用される。ボリュームテクスチャは、フォグや煙、爆発などのエフェクトによく利用される。テクスチャマッピングは、他のマッピング技法と区別するため、色情報あるいは拡散反射成分のみを与えるという意味で、カラーマッピングもしくは、ディフューズマッピングと呼ばれることもある。その他、光沢の特性を、マテリアル単位ではなく、ピクセル単位で与えるクロスマップなどもある。 ありがとうございます。